ちょっと占いの力を信じてみねえかと。金が少しずつたまり、お金に困ることはないでしょう。そっつけよお前。本当は全部逆だよ。チャオさん、はい、お願いします。健康のまま病気にならずそのままいけるでしょう。まあということでね、出揃ったとこれで答えるね。ということでちょっとじゃあ行ってきますということで、はい、うん、はい、ということで着きました。なんかいかにもっていう感じの建物ですね。じゃあちょっと3人行ってきましょうか。頑張ってください。行きますか。お願いします。今後その自分は何かしたいっていうようなことは、その音楽と、うん、あとはそういうなんていうんですかね、メディア系の、まあ芸能系ですね、そっちとか力入れていきたいなと思っております。そういうことに対しては向いてるよ。ちょっと両手出してみて。はい、うん、そうだな。要するにそういったようなことに対しては適するんだけど、まだそのバッチリ成功しますっていうふうにはなってねえんだよな。ああ、なるほど、うん、そういった部門にはね、自分は向いてるんだよ。今はそれでなんか勤めてるんかな、はい、向いてないんだけどな、それ。あ、そうなんですか。うん、普通の仕事が向いてない。普通に自分の仕事は向いてないんだよ。自分はね、要するに東北系なんだよ、食べる。ああ。まあ、早なしは、例えば、まあ、仮にホストをやるじゃないな。サービス的なことを、普通にこう流れ作業的なものをやることには向いてないんだよ。うん。まあ、だから、人と接する感じも。そう。まあ、早なしは自分がね、簡単には動き回るっていうのかな。じっと同じとこにいることに向いてないんだよ。だからその喋ったり動き回るっていうかな、そういうようなことが自分の基本的職業。はい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 。人々にまあ幸せを与えるとか、なんかそういう自分のこう活動によってね、その人々にまあ感動を与えるなり、なんかそういうことで収益を得るということが自分のやりがいなんだ。単調に時間給でやることは向いてないんだよ。目標に向かうことに頑張るってこと。目標ないと頑張る気にならないんで。はい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 。だから華やかな環境にいた場合は異性運が上がるんで。だから普通の生活してる限りでは。全くだ。基本的に家にいたらダメなんだ。自分は家を出型の出る部類なんだ。野生型なんだよ。だから自分が成長したら巣立って自分で何やるかで狩人をしてくるんだから。野生の性格なの。長野にいるってことがね、あんまりこう自分にとってプラスになる環境にならないんだよ。若いうちは大いに自分はね、冒険心を持った方がいいんだけど、平凡にこう地道な暮らししたら運が開かないみたいな、なんか常に挑戦していくような気持ちでな。じゃあ金運とかは金運なんてのは全然ダメなの。話は取ったら全然この普通に金運が残る運がね、稼げるかが大きな。まあ確かに、だから自分の場合は金運ってのはまあ会社工場になるっていうかな、普通にサラリーマン感覚で勤めてた場合は全然金運が残らない。赤字一般のものよりまあその倍だ3倍だとかなにならないと金運は上がらない。自分の実力を生かして稼げればバッチリいい生活になる。だからそれがなくならなければ底辺。はいはい。じゃあもう100か0かとか。まあその極端な普通にチクチク残す運命だね。あ、やっぱ地道じゃなくもうどんどん。ただ言えるのは自分はバッチリ浪費家になる。金残せる性格じゃない。じゃあ貯めていきなさいっていうわけでもない。貯めるってことは普通ってかな、どうしてもまあ遊びっていうかなに浪費しやすいですから。だから地道にただ固めていかれるって性質がないんだよね。思い切った決断実行によって成果を得るっていうことは起こりうるそうしてる。成功だとか金運だとかっていうんだろうな。この線がまだ全然できてない。挑戦トライするようなことによってはこの線は変わってくる可能性があるわけ。平凡に歩めなくて波乱の人生をしたがるみたいな、普通人じゃない感覚ってやつだな。飛んでる男みたいな。ただ言えるのは自分は異性運は悪い。はい。よくないの好きになる。はいはい。夢中になるね。そうですね。自分の性格にもちょっと問題があるんだけど。ああ、やっぱり。まあ要するにあれだな。まあ自分の主張するまあ頑固者性かな。ああ、そうですね。その通りにならなきゃ気休まねみたいな。はい。そういう気質なんで、場合によっては嫌気さされるとかね。はい、そうですね。なんか当たってますね。ただ基本的に自分は好みは悪いから、切ったものになりやすいって、恋愛では熱中没頭しやすいんだけども、もともと家庭に無金みたいなもんだよな、自分が。はい。まあ、一種のダメ男っていうかな、要するに、普通に嫌んでんだよ。はい、そうですね。変わった生き方する気質なんで、夜系の仕事をやってる場合は、出会いやすいよ。女遊びは、そういう場に行けば可能性は起きるんだけど、結婚はあんまり早く考えないよね。はいはい。結婚に向かないからさ。はい。健康運とかはどうですか？健康に対しては、今の対しては別に多くは問題ないんで、はい、ただ注意点は言えるのは、精神的に悩むっていうから、精神的に自分が面白くない感覚で生活仕事やってると、それを体調不良みたいな感覚を感じる。ああ、はいはい。精神的な問題で、楽しいか楽しくないかでその差が出る。ああ、そうですね。当たってますね。自分の総合的な人生の平凡マンネリを嫌って、常に新天地、新たなることを求め続ける。あ、なるほど。総合的に言ったら、一応は腹の人生が取る。悪霊で出して。自分もトーク系の部類なんだけども、職人もちょっと混ざってるけど、今何やってるの？今は工場系の。あんまり向いてないんだけどな。本来自分はもっと独立的になれるようなとかな。あれにラーメンやるにやっても自分で技術を磨いて、自分で一本出すみたいな。そういう生き方しないと満足できるかなっていうのが問題なのかな。将来に対して何か目標を持つような感覚は別にないかな。そうですね、ないですね。本来自分はね、同じことずっとやってるってか、同じ場にずっとやることで向いてないんだよ。似てるね。そうね。彼は、負けっていうのかな。その場その時の瞬発的な感覚で実力発揮するみたいな。ごっちゃまぜなんだな。どっちもあるんだよな。職人と両方持ってるんだけど、一定のことをやる、一年を通して同じマンネリってのにはあんまり向いてないんだよな。今それでうちにまでいるんだ。あ、そうです、います。本当は巣立ちした方がいいんだからな。女を口説くタイプじゃないんだよ。そうですね。女を口説くタイプは自分の方が年上甘いが頼んでな。ああ、そう。年上頼んでな。女の方ね、積極性がある方がいいみたいな、そういう性に対してちょっと平凡的な生き方してるからさ、ちょっと運勢がね、向こうに行った方がいいんだよな。どっちかといえばむっつり系性があまり喋らないっていうか、みんなでわーわーやるときは別だけどな。ああ、そう。自分の場合は特別は女にうるさいわけでもなんでもなくな。相手にはこだわらないっていうかな。気さえ合えば。ちょっとブスでもなんでもな。やっぱりちょっと男として今一つ若干面白みに欠けるっていうか、今はどっちかっていうとフレンド型みたいなもんだな。仮に今なんかは流行っとかなけど、不倫だろうが、もうバツイチだろうがとかな。そういうのと、もしいたらな、交流することに対しては、まあ構わねえみたいなもんだな。金運とか健康運見るね。ああ、そうですね。自分の場合ね、健康面は別に心配ねえわ。金運はあれなんだよね。自分の場合ね、まあ今んとこどうも取っちゃ出るっていうか、そんなに金運が残るってことじゃねえからな。大きく取れるふうなことをしないと金運は上がるみたいな。地道こつこつじゃなくて、ポーンと入るみたいな。博打系とか。いや、博打じゃねえんだよな。そういう株を買うだとか、そういうことはいいんだけど、ギャンブルじゃねえんだよな。金に対してね、とってもいいかとっても悪いかっていうかな。例えば結婚相手も、選ぶ人で天と地みたいなもんな。とりあえず、ちんたら適当にフレンド的に遊ぶ女でも作るか、または結婚を考えて前向きにやるかって2つに1つだ。どっちにしてもね、ちょっと社会慣れしてませんから、本当は学ぶようなことをした方がいいんだけど、うちいるとどうしてもね、マザコンになってるかどうかなんだけど、平凡にのほほんとテレビ流れてるから。なってるよ、なってるよ。まあ、パッとしないっていうかな、牛や馬が餌、臭くてるみたいな、何も起きない。まだ自分の場合、野生心がちょっと足らないんですが、周りの環境で影響すると。そういったことを100爆破してるとちょっと変わったことやってみようかなと思うか思わないかっていう、挑戦だ。恋愛はちょっと難しい。不倫ならいけるみたいなそこは自分の今後考えてくる課題だな。今仕事何やってる？今土建の仕事をやってます。そういう職人系のものは一応は向いてるんだけど、土建や体育じゃねえんだよな。まあ一応そのあれさな、自分の役割をマイペースでやるみたいなことは OK なんだけど、単独自由系なんだよ。これの方は一人で単独でやることの方が多ければまあまあなんとかな、共同作業でやることはしんどくなる、自分の体質的に。だから自分の場合はもう資格持ってでも何でもね、そういった一人で単独自由に動かしてもってやることを、まあそういう技術が向いてるかな。そういう意味では独立的にっていうかな、やれるふうになれた方がいいってことだな。あんまり自己主張がないっていうかな、なんか目標に対してちょっと欠けてるそうなんだけど、女が半分混じってるみたいな。内面的には男気質が強いんだけども、表面にしないっていうかな、第三者から何考えても笑わないっていうかな、掴みにくい男。まあ例えばスポーツマンタイプみたいなもんだよね。単独で競う、勝つか負けるかとか、そういったような部類に属する。結婚とかそういうのある異性運。異性運はだから普通では自分はちょっとね、ナンパしないタイプ。そうですね。ナンパは絶対しない。全く自分は完全には無口系みたいな。心で空想妄想する、興味あるけれどもそれを表に出さない、冷めてる男。どっちかっていうと自分も普通の平凡な生活してると何でも起きないっていうかな。金はまあ普通っていうかな。まあ金貯め始めれば貯めてくってことになる。何もない場合はちんたらってのは自然に出ちゃうってことな。一応あれなんだよな、独立的にやれる風になると金はあるんだよ。勤めてる方があんまりパッとしないんだけど、ちょっと手相的に言うと自分の場合はちょっといますぐな、独立心がねえみたいなことやな。まあそう、独立は特に考えてないです、ね。まあ簡単や可能なく不可能なくみたいな、あんまりパッとしてないんだよ。健康に対しては自分が人との関係とかに対してストレス系になるんだよな。神経過敏型っていうやつでな。神経の使いすぎ過敏によって、まあ不良的な風になりやすいんだよ。胃腸系と脳から。一応将来的には注意点になるの。バッテリー丈夫の部類じゃない。神経が普通に比べると細いって部類だ。無理すると切れやすいっていうかな。何かとしょうもないことを考えるとか、また心配するっていうかな、そういう部類なんだ。女性に対して自分はなんかきっかけ作るっていうか、なんかその辺はそうですね、あんまりやってない。出会い系ちょっとやってる時とかはありましたけど、なんかあ、この子ちょっとどうかなと思ったりすることあるわけ？あ、もうそれは全然。会おうかみたいなことやったりするんだ。もうそうです、もし気が合えば。どっちかっていうとやっぱり今の自分の年齢からすると年上とかね、既婚者がバツイチがついてるみたいなもんだよ。若いのをリードすることはあんまり向いてないんだよ。気分屋型みたいなもんで、気が上がるときってのは上がらないけど、ムラがあって、内面はすごく女好きなんだけども表現に出さないみたいなそこら辺がまだちょっと経験不足っていうかな。出会いに対して自分で積極的にリードしてやれる。まあ長男なんで一応なんか面倒見はいいんで、そういうのは大丈夫かなっていうには思ってるんですけど。大変だよな女遊びが下手とかできてねって、それが今後のね、自分たちの課題で。ありがとうございます。はい、ということで占い行ってからね、数日経ったんですけども、言われたことをちょっと見返していきましょう。はい、そうですね。ということで、まず仕事運ですね。まず僕はですね、いい上司に恵まれないのでおとなしくしてよってこう言ってたじゃないですか。僕は普通の仕事が向いてないらしいです。でなんかトーク系らしいね、やっぱしゃべる、夜のホストとか、ね、接客業とか、人と接する仕事がいいみたいですね。確かになって確か思う部分はあるし、はいって感じです。なんか今回で分かった。結構俺真に受けやすいタイプだなとは思ってたんだけど、真に受けすぎるのも良くないって、あんま参考になんねえなと思っちゃった。僕は仕事運こんな感じでちょっと外れてましたね。普通に外れてました。外れてた。はい。まあで、じゃあ金運なんですけど、僕は人を信じやすく騙されやすいので地道にコツコツ貯めるしかないっていうような回答をしたんですけど、入ってきたらすぐ出るっていう感じでしたね。お金がコツコツタイプじゃない、コツコツでもたまらないっていう、一気に稼いでバンカーっていう感じでしたね。こう今までの人生見てもそうだし、まあ、これからの人生をこう予想してもこう言われてることが分かるというか、確かにそうなりそうではあるなーっていう感じ。当たってる当たってないとかの話ではないというか、まあまあそう確かになりそうだなっていう、なんかぽやっとしたこう感じでしたね。まあ次ですね。それで健康なんですけど、今んとこ問題はないそうですね。精神的に悩むことがある。これは確かに当たってる。精神的にちょっと弱いんで確かに悩むことはあるし、まあでもその他は特にあんま言われなかったね。ほんと楽しいか楽しくないかでなんか決まるっていう感じで、まあまあ人間そんなもんでしょっていう。で次が恋愛運だね。恋愛運に関してはなんか俺は好み悪いらしいです。女の悪いらしい今まで好きになった女性の皆さんすいません、好み悪いらしいです。すいません、間違いね。もう失礼だぞお前それ。飛んでる女と気が合うらしいですね。僕両極端だよね。そうだからそれもね、金運でさっきも言ったけど100ゼロなんだよね。本当にやばいかやばくないかとか、もう本当そんな感じなんだよね。こう見ると今までかかってきた女もやばいけどな。そんなことないよ、そんなことないよ。そうだろ、いい女性ばっかだったけどな。とんでもねえやつばっかだったですね。でなんか家庭に向かないらしいです。僕それはなんか分かる気がする。なんかその性格の不一致によりっていうところで、だから割とだからちょっと合ってるっちゃ合ってるんだよね、その予想してたのと。まあだからそこなんかね、金運もそうだし0か100かっていうところで2ポイントぐらい俺もらっちゃってもいいんじゃないですか。人生の総括ってところで、その死ぬまで挑戦し続けなさいっていうふうに書いたと思うんですけど、常に挑戦型っていう、そこもだから合ってるんだよね。挑戦し続けする波乱の人生学って人生の総括で言われましたね。普通のことができない、平凡が無理みたいな。それだから本当に当たってるじゃん。なんだろうな、長野にいちゃダメっていう、それ以外のことに関してはなんかまあ確かに自分のやってきたことは合ってたのかなっていう生き方的にね。まあそういうことで人生総括で波乱の人生学ということで、まあ恋愛もあんま向いてないと、飛んでる男、お金は入ってきてもパッと出るとっていう感じでしたね。ということで次、じゃあチャオ行ってみましょうか。まず仕事が途切れず忙しい毎日を送ると書いたんですけど、まあその仕事は向いてないと。まあでもまあ無難にはこなせると。まあ一番向いてるってわけではないと。忙しくなるとかそういうのは一切言われなかったんでまあ外れてるということですよね。でまあ次に健康ですか。私はね一つだけ言われました。健康は問題ない。もう大正解でしたね。1ポイントもらって大正解。なんなら3ポイント上げてもいいぐらいのドンピシャ。これ当たったらすげえぞって俺言ってたもんね。逆にこれで当たったらすげえ。それしか言われなかったわ。健康に関しては問題ないしか言われてない。しかもあっさり一言ぐらいで終わっちゃった。それだけで終わったの。もう問題ないと。で次お金ですか。まあ金遣いが荒く破産する可能性ありという感じなんですけど、一気に入るか全然入らないか、ドンって儲けなきゃいけないみたいなこと言ってたよね。まあ要は畑仕事とかでとつけって言われちゃった。とつけって言われ簡単に。なんで恋愛は経験が少ないから50でも60でも年上、まあ不倫が向いてるとなかなか難しいですね。いやでもね、俺から見てもね、年上にこう引っ張ってってもらう方がねいいと思うよ。リード型ではない。そうだから農家のババア捕まえてさ、結婚しちゃう。ババアもう逆玉しろってでも簡単にね言えばね。でしかも一人暮らしをしなきゃいけないでしょ。家から出ろでなんかマザコンって言われて、もうなんか家帰ってテレビボゲーっと見てる牛みたいな人って言われたもんね。一人暮らしすればいろいろ開けるよという感じですね。まあそれで総括、仕事はあるが金遣いやらせから苦労するでしょうっていう回答なんですけど、結婚相手ですね。ね。だからもうその農家に嫁げば、まあ、それ次第でもう総括というより玉残し狙えっていう逆転一発みたいな感じで、ね、これ総括かやと思ったけどもうでもそんな感じだったね。ということでじゃあ次5期いってみましょうか。はい、まず仕事、まあ、順調にまあ仕事が進み評価が上がるっていうふうに回答したんですけど、うん、実際のところ、まあ、職人室とだからまあなんか一人の作業に向いてると一人でコツコツと、あ、友達いねえからな、そう一人で仕事は関係ねえだからなんかみんなでなんか一緒にやるっていうやつは向いてないらしい。単独自由形って言われてたもんね。そうそうそう、だからまあ独立することを勧めると。だしかも金運もね、独立的にそうやってやると金運がどんどん上がってくるって感じ。そう、独立的やればたまって、でため始めればたまる。でしかも単独っていうか独立的にやるってことは、今サッカーやってるでしょ。サッカーやってる。向いてないんだよ。向いてないね。悲しいね。もうこれまでの今までの人生全部否定されたからね。否定された。一言で一気に否定されたからね。よし、次ははい、次はね、健康ですね。30代前半まで元気で、いずれ大怪我をすると言ってたね。実際ストレスが溜まりやすいと。でそれでいずれ頭と腸が痛くなると。で人にいじめられると、そう、頭と腸がいずれ痛くなると。こことここにこことここが「いででででででで」ってなっちゃって。でね、最近まで禁煙してたのにね、コークにいじめられてね、またタバコ始めちゃったよね。そうだ、そういうところだよね。いじめてないじゃん。自分の捉え方が違う。違う。あと精神が弱い。あ、ちょっと待って、またやられたよ。あと恋愛で、実際聞いたらナンパはしないタイプだと。女好きなんだけどそれを表に出さない。合ってるし間違いない。間違いない、確かにそうだ。でそんで年上の人にリードしてもらうのがいいと。今まで年下が多かったからさ、出会い系のアプリとかいいっていうふうにも言われました。よくやってるもんな。よくやってる。それでよく失敗してんだ。人生的に総括。総括ね、ないんだよ。なかったね。言われてなかった。言われてなかった。なんなら途中でこの5期の弟の占いに変わってカットしてるんですけど、弟の占いに変わってそっちの方が長く盛り上がってたよね。なんかあ、これはねっつって5期なんて5分ちょっとで終わりました。あれ？弟の方が20分くらいかかってました。薄いもんね、一人だけ内容薄い。実際なんかそんなようなこと言われたもんね。人生的に総括されなかったっていうところで判断につかない。ポイント的にも何も入ってないよね。ということでね、こうやってね3人占ってもらって、今までの人生何だったんだろうっていう気持ちにもちょっとなったりとか。もうすげえなったよ。そうでしょ、この2人特にね。もうすげえなったよ。できることからコツコツって感じですかね。はい、ということでね、皆さんもね、ちょっと占いたまにはこうやってみるのもいいんじゃないでしょうか。面白い。こうやってね、ちょっと信じる部分もあったり、いやーこれでいいのかなって思う部分もあったりとね、信じるか信じないかはあなた次第。信州キャベツロールでした。バイバーイ。いやーめっちゃ適当だよ。簡単なんじゃない、年上の女の子。年上の女ってまた女性格悪いんだ。女性って言え、女性年上なんだ。トラウマがあんだよ、いろいろ。